こんにちは。埼玉県東松山市の証書柴崎です。今日は子どものいない夫婦の相続の注意点ということでお話ししたいと思います。それですね、お子さんのいない夫婦の場合、ですね、夫婦のですね、どちらかが亡くなると、ですね、その配偶者だけじゃなくて、ですね、亡くなった人の親ですね、亡くなった人の親が 亡くなっている場合はですね、亡くなった人の兄弟姉妹とか、兄弟姉妹先に亡くなっている場合は、お姪なのがですね、相続人に入ってくるケースがあります。そうするとですね、夫婦で、まあ、残されたですね、配偶者っていうのはですね、亡くなった人のですね、親とかもしくは兄弟、お姪などとですね、遺産分割協議しないと。 いけないという話になります。で、不動産やですね、預貯金の相続手続きするには、相続員全員でのですね、遺産分割協議をしてですね、で遺産分割協議書に相続人全員の実印を応援して、印鑑証明書を添付しないとですね、預金の払い戻しとか、 不動産の名義変更ができなないいという話になりますで。ただですね、生前にですね、遺言書を作っておいてですね、妻に全財産を相続させるとかですね、そういう遺言書を作っておけば、遺産分割協議なしにですね、相続手続きができるというメリットがあります。ちなみにですね、このチャンネルではシニア世代とそのご家族向けにですね、相続とか遺言の手続きについて分かりやすくですね、解説することを心がけて発信をしております。 では、本題に戻りまして、夫婦がいたとします。一郎さんという夫とですね、妻、春子さんがいたとします。で、二人の間には子供がいないという状況で話を進めたいと思います。で、一郎さんがですね、まあ、預金とか不動産とか持ってる状態で先に亡くなったとします。先,先に亡くなるとですね、じゃ相続手続きはどうやるのかという話なんですけども、 一郎さんのですね、相続人は誰かというとですね、子供がいない場合はですね、亡くなった一郎さんのまず妻は相続人になると。妻がいれば妻は相続人ですね。そして子供がいないので、自順位のですね、一郎さんの直系孫族、まあお父さんお母さんが相続人になります。そうするとですね、一郎さんの相続人というのは妻の春子さんと一郎さんのお父さんお母さんということになります。 で、お父さんお母さんがさ両方とも亡くなっている場合はですね、さらにおじいさんおばあさん、一郎さんのおじいさんおばあさんが相続人になるというふうにですね、どんどん上に行きます。直系孫族でですね、一郎さんの直系孫族なので、お父さんお母さんがいるときはお父さんお母さんが相続人なんですけど、お父さんお母さん二人とも亡くなっている場合は、さらに一郎さんのおじいさんおばあさんというふうに、こう、どんどん上に上がっていきます。なので、まずは、 妻とですね直系存続、一郎さんの直系存続が相続人になるという話になります。で、直系存続がですね全員亡くなっている場合、一郎さんのですね、まあ、お父さん、お母さんもですねその上のおじさん、おばあさんもですね上の方は直系存続が全部亡くなっている場合は、今度はですね一郎さんの兄弟姉妹が相続人に入ってきます。そうすると相続人としてはですね妻の春子さんと一郎さんの姉とか妹、 直系が妹という話になりますで兄い姉妹がですね、イチローさんより先に亡くなっている場合で、その兄弟姉妹に子供がいる場合は、そのです、ね、子ども、イチローさんからすれば、おい名がですね、相続人に入ってきますえ。兄弟姉妹が相続人になるんですけども、兄弟姉妹の中でですね、先に亡くなっている人がいる場合は、その人の子供、も、い名が相続人になるということになります。 で、妻とですね、配偶者と直系尊属または配偶者と兄弟姉妹が相続人になった時のですね、法律上の相続分、法定相続分っていうのはどういうふうになるかというとですね、まず、配偶者とですね、直系尊属お父さんお母さんがですね、相続人になる場合は、 法律上の相続分は、配偶者は3分の2ですね。3分の2で直径存続。お父さんお母さんは全体で3分の1。そしてこの3分の1をですね、複数、直径存続は複数いるときはですね、頭数で割るという話になるので、お父さんお母さんが存命の場合は3分の1を2人で分けて、お父さん6分の1、お母さん6分の1という話になります。どちらかお父さん亡くなっている場合はですね、この3分の1をお母さんが全部、法定相続分、 を取得3分の1という話になります、まあ、これはですね、話し合いがつけば、遺産分割でこの割合っていうのがですね、この配偶者と直系存続で話し合いがついて、まあ、全部妻にしますよということであれば、そういう遺産分割もできますけども、法律上の相続分については3分の2、妻3分の2と直系存続3分の1ということになります。で、相続人が配偶者とですね、で、亡くなった人の兄弟姉妹の場合は、 配偶者が4分の3で、兄弟が4分の1という法定相続分になります。そして、兄弟姉妹が複数いるときはですね、この4分の1を兄弟の頭数で割るということになります。それでですね、子供がいない夫婦の場合ですね、残された配偶者っていうのはですね、亡くなった人、被相続人の親、親が亡くなっていれば兄弟姉妹とですね、遺産分割をしないとですね、相続手続きができないという話になります。 で、預金の相続手続きについてはですね、基本的には相続人全員の実印の応印と印鑑証明を添付しないとですね、払い戻しができないということになります。ので、 まあ残された配偶者っていうのは亡くなった人の親とかですね、もしくは兄弟姉妹の実印の応印と印鑑証明をもらってこないと手続きはできないという話になります。でまた、不動産のですね、相続登記、名義変更についてもですね、妻の単独名義、配偶者の単独名義にするんだったら、また相続人全員の遺産分割協議が必要で、遺産分割協議書に相続人全員の実印の応印と印鑑証明がないとですね、単独名義にすることはできないということになります。 で、そうするとですね、この問題を解決するためには、生前にですね、遺言書を作っておく。こういう対策が考えられます。遺言書をですね、作っておけばですね、相続人全員の実印の応印と印鑑証明なしに相続手続きができます。不動産のですね、名義変更も遺言書を使ってできますし、預金の払い戻しも遺言書を使ってできるということになります。で、夫の方はですね、 生前に全財産を妻に相続させる旨のですね遺言書を作っておいて、ですねで同じくですねどちらが先に亡くなるか分かんないので、結局、奥さんの方妻の方が先に亡くなったらまた同じ話になるんですね。夫は妻のですね親、もしくは兄弟姉妹と遺産分割協議しなきゃいけないって話になるので、これ妻もですね全財産を夫に相続させるっていうですね遺言書を作っておくという対策が考えられます。 夫婦のうちですね、どちらが先に亡くなるかわからないので、二人ともですね、遺言書を作っておいた方がベターであると。互いにですね、夫は妻に全財産相続させるという遺言を作って、妻は夫にですね、全財産を相続させる、こういう遺言をお互いに作っておいた方がいいです。でちなみにですね、遺言書はですね、あの、共同遺言の禁止って言ってですね、同じ 紙にですね、二人で書いちゃうと、遺言書無効になりますので注意してください。それぞれ別の遺言書を個々に作るという話になります。で、遺言書の書き方なんですけども、できればですね、交渉役場で作る公正証書遺言にした方がいいんですけど、まあ、こう、ないよりはですね、 自分で書く遺言、実質証書遺言でもあった方がベターなので、その実質証書遺言の書き方を説明します。で書き方としては、全部手書きで書きまして、全部手書きで書いて、そして日付と名前を書いて、で、ハンコを押す。こういう要件がありますので、この要件満たさないと無効な遺言としてですね、相続手続きに使えませんので注意してください。 で、例えば、夫の方が遺言書をですね、作るとしたら、これサンプルを出しときます。書き方ですね。まあ、遺言書みたいに題名を書いて、第1条、遺言者は遺言者の有する全財産を遺言者の妻、春子、青年月日で特定しまして、この春子に相続させる。まあ、全財産を妻、春子に相続させるというようなですね、条項を書きます。そして、 第2条、遺言執行者をですね、指定しといた,といた方がですね、預金の払い戻しがスムーズに行くかもしれないんですけど、第2条、遺言者は本遺言の遺言執行者として前期鈴本春子を指定する。そして念のためにですね、 遺言者は遺言執行者に対し、預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払い戻しの権限を授与するということですね、預金のですね、払い戻しの権限もこう明記しておいた方がですね、スムーズに銀行での手続きができる確率が高まります。 で、日付を何年何月何日というふうにですね、遺言書を作った日を書いてですね、まあ、名前とハンコを押すんですけども、名前だけだとですね、まあ、同姓同名の人がいるかもしれないので、まあ、住民表情の住所も記載して、遺言した人を特定しといた方がよろしいかと思います。 で注意点としましては、遺言執行者を指定しておいた、まあ、さっきのです、ね、第2条で書いてあったように、ですね、遺言執行者を指定しておいた方がですね、金融機関での手続きがスムーズにいく確率が高まります。で遺言執行者指定しないと、ですね、金融機関によっては相続人全員の実印の押印と印鑑証明をですね、要求するというところもあるかもしれないので、遺言執行者、念のために指定しておいた方が、 確実かと思います。で、遺言執行者はですね、別に家族、身内でもいいんで、その財産を取得する奥さん、妻をですね、書いとけば、その妻の方でそういう遺言執行者として、権利行使ができる、権限の行使ができるということになります。で、実質証書遺言っていうのはですね、書き方を間違えて無効になったり、あとは内容が不明瞭で、相続手続きに支障が出る事案っていうのがよくあります。ちょっとですね、書いてあるんだけど、 何,を何が書いてあるのかですね、よく分からなくて、結局相続手続きに使えない。こういうですね、ケースもあるんですね。そして、かつてはですね、自分で書いた遺言、実質証書遺言だとですね、金融機関によっては相続人全員の実印と、まあ、印鑑証明を要求する。こういう金融機関もあったというふうにですね、まあ、噂を聞いたりするんですね。で 2019年4月1日にですね、相続法の改正がありましてですね、この改正後にどうなったのかっていうのはですね、ちょっとその後情報が私の方は把握してないんでですね、どうなったか不明なんですけども、まあ、かつてはですね、自分で書いた遺言だとですね、相続人全員の実印を要求する金融機関もあったので、この点からしてもですね、できれば交渉役場で作る公正証書遺言の方が確実であるということが言えます。 なので、まあ、実質証書遺言ないよりはあった方がいいんですけども、ただ、確実、さらにですね、確実性を高めるために、公正証書遺言の方がおすすめであるということが言えます。あとはですね、全財産を妻に相続させる、もしくは夫に相続させるっていう遺言を書いたときに、遺留分、他のですね、相続人に遺留分っていうのがあるケースがあるんで、この場合ですね、全財産を妻にと書いてもですね、 遺留分を、まあ、後から請求されて、その遺留分相当額のお金をですね、妻がこう払わなきゃいけないっていう可能性はあります。で、直系存続、親とかにはですね、遺留分ってのがありまして、その割合はどんぐらいかっていうとですね、遺留分はですね、相続財産の6分の1になりますので、まあ、本来ですね、法定相続分がお、親ですね、直系存続が3分の1だったんですけども、この半分、6分の1が、 直系存続の遺留分なんで、まあ、全財産を妻に相続させるっていう遺言書いて、まあ、妻が全部相続したとしてもですね、亡くなった人のお父さんお母さんがですね、遺留分を請求してきたらですね、妻はですね、6分の1相当額のですね、お金をですね、お父さんお母さん、亡くなった人のお父さんお母さんに払う必要が出てきます。まあ、請求されればの話なんで、別にお父さんお母さんがまあ別に遺留分いらないっていう話であれば、払わなくて済むっていうことになります。 で、そして、兄弟姉妹には遺留分がないんで、もしですね、亡くなった人のですね、相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合で、そして遺言書で配偶者が全部相続した場合はですね、兄弟姉妹はですね、 遺留分を請求することができないと。で、遺言書で全財産をですね、配偶者、まあ妻誰々に相続させるとか、夫誰々に相続させるとしておけばですね、兄弟が相続人の場合はですね、遺留分請求できないんで、まあ、その遺言書の内容通りになるということになります。まあお金をですね、遺留分、相当額のお金を払う必要がないということですね。あとはですね、 夫婦でですね、それぞれ、まあ、妻にそう全財産相続させると、で、妻は夫に全財産相続させるってですね、遺言書を書いてたとしても、どっちが先に亡くなるかわからないんで、その後から亡くなった人の遺言はですね、例えばですね、まあ、それぞれがお互いにですね、全財産を相続させるって夫婦で遺言作っておいた場合ですね、こう、夫、一郎さんが先に亡くなりましたと、 一郎さんが亡くなったから、一郎さんの遺言で、ま、全財産を妻に相続させるって書いてあるから、一郎さんの財産は、こう、妻、春子さんに行きましたと。で、その後、春子さんが亡くなったとして、春子さんは、夫に全財産を相続させるという遺言を、まあ、初め作ってたとします。で、ただですね、その、春子さんが2番目に亡くなった時にですね、夫は先に亡くなってるから、全財産を夫に相続させるっていう、 遺言書の条項がですね、効力を発生しないということになると、そうすると、なかったものとして、まあ普通のですね、春子さんの本来の法廷相続人に、春子さんの財産は行ってしまうということになるんで、例えば、えー、親は亡くなっていてですね、弟がいたとしたら、春子さんの財産は全部弟に行くという話になります。そうすると、亡くなった順番で、一郎さんが先に亡くなって、 その、一郎さんの財産をハルコさんが相続して、そしてハルコさんが次に亡くなったら、こう、ハルコさんの相続人に、まあ、元は一郎さんの財産も行ってしまうという話になります。で、ただ、まあ、この時にですね、じゃあこの、あんまりですね、じゃあこのハルコさんの弟さんは、あんまりこう、疎遠でして、まあ、どっちかというと、一郎さんとハルコさんも、このタケコさんの方と、まあ、 仲が良かったと仮定します。で、そしたらですね、まあ、こういって一郎さんの財産を春子さんが相続したけど、もし春子さんが亡くなったらこっちの武子さんに渡したいなという場合ですね、予備的な条項をですね、予備的に一郎さんが亡くなってた場合は武子さんに依存しますよっていうですね、そういう遺言書を春子さんは作っておけるという話をしたいと思います。で、まあ、書き方としてはですね、 ま、ここの2条、ま、こ、これですね、春子さんの遺言書だとして、第1条で、遺言者は遺言者の有する全財産を遺言者の夫、一郎、何年何月何生までに相続させる。まあ、一郎さんが生きてれば、春子さんが先なくなったら、その財産は一郎さんに相続させます。こういうのを1条で書いときまして、 で、2条でですね、第2条で、もし、一郎さんが死亡してたらどうするか、こういう条項を定めておきます。遺言者の死亡以前に、前期一郎が死亡してた場合は、遺言者は前条で、前期一郎に相続させるとした財産を、佐藤武子、一郎さんのお姉さんですね、佐藤武子で、生年月日で特定して、あと、住民票上の住所で特定して、遺贈するということでですね、一郎さんが、 春子さんよりですね、先に死亡してた場合はですね、その全財産をですね、佐藤武子さん、何年何月生まれの住所はどこどこに遺贈するという、こういう文言を書きます。で、春子さんと武子さんはですね、義理の兄弟だけど、血縁関係はないんでですね、まあ、氏名を。 タケさんの氏名を書いて、生年月日と住所で特定する。そして相続人ではありませんので、相続させるという文言はですね、その相続人に対して渡すときに使う文言でして、ハルコさんの相続人ではない、タケさんは相続人ではないから、遺贈するという文言を使ってください。相続人以外にですね、渡す場合は遺贈するという文言を使うと。で、3条はですね、遺言者、遺言執行者の話なんですけど、遺言者は 本遺言の遺言執行者として前期一郎を指定する。ただし遺言者の死亡以前に一郎が死亡してた場合は本遺言の遺言執行者として前期竹子を指定するということでですね、ここも遺言執行者も一郎さんが先に亡くなってたら竹子さんにしますよということを書いております。そしてですね、遺言執行者に対してですね、預貯金、その他相続財産の名義変更、解約、 および払い戻しの権限を授与するということで念のためにここで記載してあります。で日付を書いて名前を書いてハンコを押すと。で実質証書遺言で書く場合はですね、全部手書きで書いてですね、で日付と名前を書いてハンコを押すというですね、要件がありますので注意してください。まあ、これもできれば公正証書遺言で作ってもらった方が確実であります。 では、まとめとしまして、子供のいない夫婦の場合はですね、その亡くなった人の親、兄弟、まあ、場合によってはおい名なのが相続人に入ってくるのでですね、残された配偶者だってのは亡くなった人のですね、親族、親、えー、兄弟姉妹、場合によってはおい名などと遺産分割協議しなきゃいけないと。不動産や預貯金の相続手続きにはですね、相続人全員での遺産分割協議が必要になるという話でした。ただしですね、 遺言書を作っておけばですね、遺産分割協議書なしにですね相続手続きができるので、子供のいないご夫婦の場合はですね、お互いに相続させるという遺言書を作っておいた方がですね、相続開始後の手続きがスムーズにいくかと思います。それではですね、 今回は子供のいないご夫婦の相続のですね注意点についてお話ししてきました。司法書士柴崎事務所ではですね不動産の相続登記とか預金の相続手続き、またはです、ね、遺言書作成支援に関するご依頼を受けたまっております。初回面談相談は無料ですので、必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクは概要欄に貼っております。 埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。